努力しなかった将来の俺だ努力しなかった将来の俺だ。あ、将来こんな字になっちゃった、どうしよう。あ、怖いよ、将来が違う。いやもうこれいつ草しに草。あ、将来こんな字になっちゃったら、 YouTube のこの動画みたいな字になっちゃったら、どうしよう。あ、怖いよ、ママ怖いよ、社会が怖いよ、あ、将来が怖いよ。あ、会社で仲間外れになっちゃったらどうしよう。あ、それでクビになってみんな仲間外れになって居づらくなって、会社やめるしかなくなって、あ、こんな字になっちゃったらどうしよう、怖いよ、社会と人生と将来が怖いよ。あ、仕事と会社と就職と上司が怖いよ、どうしよう、どうしよう、怖いよ。あ、将来この動画みたいに、あ、努力しなかった先の将来の俺でー、これが努力しなかった将来の先の俺でー。あ、てか俺自身はもう俺だー。どうしよう、俺はこんな自信になっちゃったよ。あ、将来怖いっていうか、もう将来怖いっていうか、今の時点で怖いよーって。あ、将来と人生とお金が全部貯金がなくなっちゃってホームレスになっちゃったらどうしよう、怖いよ。ホームレス人生貯金か会社、あ、ジムのブスの女に嫌われちゃってる、どうしよう。あ、それ以上にさらに、あの美人な女にコミュ障ネクラって思われて嫌われた方が50倍ぐらいきついから、どうしよう、怖いよ。俺に何やらしとんねんお前な。お前これどこやと思っとんねん、ここはな、ここ。ええか、てか今俺は実際俺自身がそうやねん。じゃあ俺はな、こうなってしまったら、将来だけど、コミコミで言われとってや、努力しなかった先の将来の俺がこうだこうならないように参考にしようってな。ってことはお前、この俺もうそうなっとるいうことやないか、もう俺自身がな。どうするだ、それ自体どうするだお前は。こうお前努力、その張本人である俺がどうなるだお前、もうどうするだお前。いや俺としてはね、もう今アパートでまたフルボッコにあってるな。もう結局さ、俺3万のアパートってさ、貧民だもん、貧民ってやっぱね、質の悪いやつしかおらへんねんって。もうね、ネガティブで、まあ別に俺が言える立場じゃねえけどさ、もうネガティブで荒探しばっかしてさ、もうやられたらやり返すっていう。結局それだもんね、低収入のまんまなんだよな。まあ、これは俺に直接返ってくる言葉なんだけどさ。で、アパートでもさ、もう壁ドン、床ドン。で、飯食う前に攻撃してくれんな。それが一番ね、あの、きついねんて。飯食う前にさ、なんか嫌なことがあると喉通れへんやん。それをもうみんな知っとるもんで、重々。やられとるし、やっとるし。だから一番きつい手法やねんて。アパートで、攻撃する手法として。で、あとは、出勤前に、床ドンしたり、こっちが出て行こうとしたりするふりをすると、余計きついねんて。まあ、これはアパートに住んでなくてもさ、家とかでも分かることだ。自分がさ、出勤するときになってさ、ちょうど隣の家のやつとか合わせてさ、いきなり出てきたりするとさ、
めちゃめちゃ腫れたつげにさ、ちょっとマイルだろ。それをもうみんな知っとるもんで、俺自身も知っとるよ。もう何百回ってやられてる。そうやってやられて、きつさを分かるからやり返すやんな。あ、これめちゃくちゃきついんだって。で、そういうのはもう、これ、最近もずっとついとってさ。もうね、人間自体がね、もう本当にね、ゴミやわ。うん。ゴミだね。うん。もう本当調べやぞ、人間っていうのは。あれ探しばっかして。じゃあ、ポジティブ思考とかさ、前向きって言うけどさ、現実はね、もうね、人を攻撃して、自分が良ければいい。うん。もうまさに仏教のね、釈迦もさ、そういうことをさ、すっごい痛感したわけや。まあ、創価学会のさ、池田大作、あいつのさ、池田のあの、自伝あるやん。40巻ぐらいです。あの、緑色の。俺あれさ、匠書店でさ、100円ぐらいであったもんで。買って読んどるけどさ、まあ、創価学会って言うと、うさんくさいって言われるけど、まあ、あいつの書いてることはさ、まあ、あながち嘘でもねえな。まあ、読んでみりゃわかるよ。まあ、それはちょっとさ、なんていうの、うさんくささもあり得るけどさ、創価学会って。だから、あいつはその、もともと、あいつ一代で起こしたからね、池田大作。あ、確か山本慎一だったっけな。